僕の友達で心霊スポットとかをもう毎日行って、ほんでそこでなんか霊障とかあるかみたいなのを検証するような、なんかニコ生のね、ニコ生主がいたんですよ、知り合いで。その人がね、もう毎日毎日何件も何件も回るんですけど、もう霊障なんて起きないんですね。女性の声が入るとか、なんかドーンって音がするとか、もうそういうなんかね、音みたいなものも全く入らんで、なんかね、途中ぐらいからやさぐれて腹立ってきてて、であるですね、まあ、道がスーッと伸びてる心霊スポットがあって、ほんでもう左右にですね、水子の像がぐーっと立ち並んでるんですよ。ほんでそこへね、彼が行きましたよ、中に。なんかいろいろやるんですけど、もうやっぱり何も起きないんですよ。でその人ね、なんかわかんないですけど、逆ギレして腹立って、水子の霊をね、ドーンと蹴り倒しちゃうんですよね。そしたら水子の霊がガタッと倒れて、それを見てそいつが「アッハ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 ッ」って笑っちゃうんですよ。何もお前らが霊障お子さんから蹴ってやったんだよ、アッハッハッハッって笑って、もう気分ええまま、そのまま10時11時ぐらいに自分の部屋戻るんですよ。部屋戻って和室なんですけど、そこに布団敷いて寝ようって寝てたんですよ。寝てたら、まあ、横向きで寝てたんですけど、なんかね、畳をね、すり足で歩くような、ていう音聞こえるんですって。なんやろうと思って振り向きたいんですけど、金縛りにあってて、人生初めての金縛りだって言ってて、怖なって、えっって思いながら、ずっていうのが、このね、後頭部の方から背中抜けて足の方に歩いていくんですって。寝てるこのね、布団をぐーっと一周していくと、ずっと、いや、怖い怖い怖いと思いながら、目はまっすぐしか向けないんですよ。もう全然下も向けない、なんだこれと思いながら、ずっと上がってきて、目の前にその音が現れた時に、足をすってるんじゃなくて、子供がよちよちしてて、足をずっつずっつすってる音だったんですね。その時に、あ、水これ蹴っちゃったから家に来たんだと思って、ずっと目の前に赤ちゃん来て、ほんで目の前来て、おぎゃーおぎゃーおぎゃーって、自分の顔を見ながら、目を合わせながら泣くんですって。おぎゃーおぎゃーおぎゃー、でも怖って怖って目をそらしたいんですけど、目が全くもうそっから離せない。おにゃーおにゃーおにゃーって、どれぐらい時間経ったかわからんけど、気ぃついたら朝で、その赤ちゃんも知らんうちおらんなってたと。あれ、何やったんやあれって。でやっぱ水ごれ蹴ってるから、これついてきてんやなと思って怖なって。でその人もまあ僕の共通の知り合いであるんですね、若いお坊さんがいたんで、そのお坊さんに朝方連絡して、ごめんごめんと、心霊スポット行って水ごれ蹴って、で倒したら家に赤ちゃんの霊来てしもたんよって。でぐーっとぐるっと回られて、おぎゃおぎゃ泣かれて、怖って、これ家に来とるよなって聞いたら、いや、そら来とると思うでと、その若いお坊さんも。でね、ちょっとお祓いしたいから家の写真何枚か送ってくれんって言って、分かった分かった、そんなんで分かるんかと思いながら、入り口の写真を1枚、これトイレ、そういや寝る前に1回行ったなと思って、トイレ1枚、ほんでやっぱ寝室怖いよなと思いながら、その和室の部屋を撮って、3枚送るんですね。3枚送ったら、これにはおらん、これにはおらん、あ、やっぱ寝室やね、この和室におるわってなって、で見るとね、お坊さんがその和室に1人の、まあ、1体の水子霊、赤ちゃんが見えると。ほんで、まあ、水これ一体だったら自分でも払えるかと思って、本当だったらばそこの、まあ、ご住職とかに連絡して、こうこうこうで僕払いに行きますねって言わないかんのですけど、その人は、まあ、自分でこれ払えるわということで連絡もせんとそこに行くんですよ。ほんで、まあ、数時間後にその家着いて、でもお払い始めて、はい、取れました、これで大丈夫よと言って、あ、こんな簡単に取れんの、ほな、よかったわ、ありがとうありがとうって言った、その日の夕方に、その水子に取り憑かれてた男が、陸橋からこの後頭部から階段落ちちゃって、ゴロゴロ転がって下にドーンと落ちて、そのまま病院担ぎ込まれたんですね。前からだったら足滑らしてゴロンと落ちるの分かるけど、後ろから落ちるってどういうことなんて、僕も話聞いてて、なんやろうと思ったんですけど、
まあ、その時にお坊さんも話聞いてて、でお父さんにこれやっぱ言わんといかんよな、でも払えてるし、いや事故だと思うんだけど、もしかしたら水子のたたりっていうのもあるから、一回じゃあその住職さんに一回話しとこうと思って写真見せるんですよ。見て見てって、お父さんここにね一枚ね写真あるんだけれども、ここに水子の霊が一体写ってるでしょ、払ったんだけど階段から落ちたんよ、これ何やと思う、ここ写ってるでしょ一体って言ったら、お父さんが怒るんですね、ご住職さんが、お前何言うてんの、え今なんて言った、一体写ってるって言った、写真にお前見えてないよ、写真には数十数百ってお前赤ちゃん写ってんでって、お前は多分霊感ないから一番手前の赤ん坊しか見えんかったと、これ見たら数十数百写ってるからこれはいかんよ、払いこう今から払いこうって言って、これはお寺が一生かけてこれを払っていかんとっていうことになって、お父さんとその息子さんで病室行ったんですって。ほんで行って見てみたら、やっぱりもう傷だらけで足もクーンとつってて、もう腕とかもバッキバキ折れてて、その体に赤ちゃんがギューッとしがみついてるんですって。腕とか首とか体とかに何十何百ぐーっとしがみついてて、これは払えないって思ったらしいんですね、お父さんが。というのも大人になってたら言葉でもってどっか行けあっち行けって言ったら言葉が通じるからすぐに払えるんですって。ただ水子とか赤ん坊ってのは言葉分からんから何言うても全然返ってこないと、いや私はここにいたい、この人についてたいっていう感情しかないから全然払えないって言うんですよ。だから払っても払ってもまたザッ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 と張ってその人にくっついてくるから、これどうしようと。でもこの息子が行って払おうって、でもこれで大丈夫って言って家から出たからこんな目を負てるし、これはもううちが世話しないかんということで、いまだにですねその子に生活費を与えながら毎週毎週その家にお祓いに来てるって言うんですよ。で僕もですね、まあ入院してから1週間ぐらいにその入院先行ったんですよ。でやっぱりつってて足とかもバッキバキなってて、もう動けないみたいな話になってて、でまあこんなんこんなんでこんなんやったんでって話を聞いて、でお前頭から後頭部から立教落ちたって言うんだけどどういうことって言ったら、いやあれも多分赤ん坊のせいやと思うよねって言って、えどうしてって言ったら、上り切って左にクッと曲がろうと思ったら、曲がろうと思ったこの後ろの手をグッてなんかに引っ張られてガラ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 ーと落ちて、ドタンと頭から落ちたと。で行ったと思って体全く動かん、目の前をまた同じように赤ん坊がおぎゃーおぎゃーおぎゃーって言って目の前来たと。でそれがやっぱ一体じゃなくてもう山ほどいたから、あやっぱ払えてなかったんだなってその時気がついたって話をしてて、でこの、まあ、一連の流れっていうのをイベントでねちょっと一回話したいから許可取ろうと思って家行ったんですよ。で家行って久しぶりに会うて、まあお茶出してくれたりとか世間話するんですけど、その1時間2時間だったかな一緒にいたのは。その間ね脊髄損傷してるから自分で歩けなくって、お茶入れるのも何するにも這いながら全部行動するんですよ。キッチンもグッと這いながら、なんかそれでお茶持ってきたそいつ見てる時に、こいつ水こけって水こに取りつかれて怪我して、ほんで水こみたいに張ってるんやって思ったらゾッとするなって、そういうお話です。あのこれお名前出せないのでイニシャルで N さんっていう風にさせていただくんですけど、私の昔からの知り合いのその N さんっていう男性の方で今40代なんですけど、10年ぐらい前に京都の方で友達と山登りに行こうってことになったんですね。で学生時代からトレッキングが趣味で、その社会人仲間を集めて休日に行こうでそんな風に予定立ってたんですけど、ある冬の日にあの比叡山の方にちょっと登りに行こうってことになって、結構険しい道なんですよ。でランニングコースみたいなその山登りの道があって、でそこを目指して、男性2人女性2人で出かけることにしたんですね。で昼ぐらいから登り始めて、
山頂までがだいたい片道でも2時間くらいかかると、で目的地までそのぐらいかかるっていうので、でもただね黙々と険しい山道をこう登っていったら、冬でこう雪がちらついてるんですけど、だんだん暑くなってくるんですよね。汗びっしょりかいてきて、でどっかでその着替え持ってきてるから着替えしたいなと思ってたら、その山道がこうちょっとぽっかり開けて、で原っぱみたいな草むらみたいなのが出てきて、でそこに廃墟が一棟建ってるんですよ、はい、でちょうどよかったこの辺で休憩しようってということになって、でみんなその廃墟の前の原っぱのところに腰を下ろして、で5分10分ここでゆっくりしよう、水分取ってなんだっていうことになったん でちょうどまあその女性の目もあるし、いい廃墟出てきたからここで服着替えさせてもらおうかなと思って、着替えを持ってその廃墟の2階建てのちょっとこう変わった横に長い大きい施設なんですけど、そこが、はい、そこの空いてるドアをこう探していくんですよ。でこれ一体何の施設なんだろうなっていうふうに思っていたら、その看板が出てきて、スキー場跡っていうふうになってるんですよ、うん、でどうやらその人工スキー場っていうのが昔そこにあって、で潰れて取り壊されずに残っているっていう、そういう建物らしいだそうなんだと思いながら、その外階段で2階に行けたので、それ登って、でいくつか目のその扉をこうグッてひねった時にそこフッと開いて、だちょうどよかった、でそこ入っていって、でその標高が高いんで雪がこう来る季節とかだとすごい寒いんでしょうね、 2枚扉になってるんですよ。でそこをこう開けてみたら廊下が続いてて、すごい埃っぽいんですけど窓からはこう光が差してて、でいかにも廃墟っていうような感じですごいこう興味をそそられたんですね。で着替え終わってまだちょっと時間あるな、ちょっと探検してみようかなって一人でそこの廃墟歩くことにしたんですよ。で2階の廊下ずんずん歩いていったら、片面ずっと窓なんですけど、もう片方のあるところに大きいこの階段があって、でそこから1階にこう降りられるんですけど、1階ちょっとこう降りて覗いてみたら食堂みたいになっています。で椅子とかがもうすごい散らばって雑然としてて、だいいなと。でそのままその2階に戻って探索を続けて、ちょっとこう小部屋を覗いてみたりとかするんですね。で突き当たりまで行った時に、その突き当たりに1枚扉があって、そこを打って開けたらなんか真っ暗な部屋なんですよ。でこれまでこうずっと閉じ込められてきたんだろうなっていうような、このカビっぽい重たいホコリのそういう匂いがこうわーってこう出てきて、で真っ暗なんでよく様子わかんないんで、その扉全開にして、でちょっとそしたら外の光が入る中歩いてみることにしたんですね。でその部屋あんまり広くない、そうですね、このスタジオぐらい、だいたい10畳かっていうくらいの、そういう、あもしかしたらその従業員の人とかが休憩を取るためのスペースだったのかなっていうようなところで、絨毯がこう敷いてあって、で大きいソファーが、背をこっちに向けた状態でこう置いてある、はい、でいろんな棚とかそういうのをこうチラチラ見ながら、そのソファーに近づいてふって覗き込んだ時に、そのちょっとこう大きいソファーのところに人がいるんですよ。男性、作業服姿のおそらく体格的には男性であろう人がソファーにこう体を丸めるようにして座って、で顔をこうやって隠してる、横になった状態だからこういう感じですよ、はい、顔に手を当ててで、えっ仰天したんですけど、はい、ピクリともしないんですよ。でそこでなんでこんなところに人がいるんだろうと思ったら怖くなっちゃって、うん、ですぐにもう出ることにしたんです。で
ちょっともうここ休憩終えて早く登ろうよって仲間に言って、そのまま山登り再開して、で結局和気あいあいとしたままその山登り終えるんですけど、さっき見たあの男性何だったんだろうっていう記憶がもう強く心の中に残り続けるわけなんですよね。でもしかしたらその死体だったかもしれないと、何か事件に巻き込まれたかして、この誰も来ない廃墟のこの隅っこのところに捨てられたと、そういう死体だったのかなと、そういうふうに思ったんですよ。であまりにもその佇まいがそのままだった、はいはい、いやでも死体だったらちょっとこうもうちょっと嫌な匂いがしたりとか、うん、刺繍っていうんですか、はいはい、そういうのがあるのかなと。じゃあ犯罪者か何かがあそこをこう寝床にしてて、だから顔を見られたくなくてこうやってたのかな、うん、そういうふうにいろんなことを考えたんですけど、でもう気になってしょうがないんで、それからもうしばらくその新聞の地元のページをこうめくっては、そのスキー場跡で死体発見みたいなニュースがないかっていうのをずっともう1年近く探し続けてます、うん、でも結局そういうの出てこなくて、何だったんだろうな。でもそういう記憶もまあ1年2年経つと薄れてくるんですよね。でこの N さん階段が好きだったので、それからしばらくしてその友達と一緒に京都で開かれた階段会に足を運ぶんです、はい、でそこで一通りこう階段を聞いて、いや楽しかったね。で帰りにお客さんたちでこうわーっと集まって、実は私こんな話があって、僕はこんな話があってっていう風に輪になって談笑するみたいなことになって、である女性が、いや私京都出身なんですけど、ついこの間ものすごい怖い体験して、比叡山のスキー場って皆さん分かります？って言ってくるんです、はい、で N さんあっふと思い出すんですよ、はい、で分かります分かりますって言ったら、あそこ入ったことあります？ではいって言ったら、私ね昔友達、この間友達と一緒にその山登り行ってあそこ見つけて、で入ったんだと。で1階のその食堂みたいになってるところのドアから入ったら、ちょうど入った入り口の玄関足元のところに電卓が置いてあって、ほこりをかぶった電卓だった、古い感じので、うわ食堂なのに電卓が、そこですごい印象に残って、で各部屋をこう回ってみて、で階段を上に登っていったんです。そしたら長い廊下があって、でそこからも各いろんな小部屋に行けたんですけど、そこの突き当たりにあるドアがあって、なんだろうこのドアと思って、ドアノブに手をかけてみた。そしたらその瞬間にすっごく嫌な感じがして、でドアの向こうから何か気配がしたような感じがして、はい、来ちゃいけなかったんじゃないかなと思って、急いで元来た道を戻って階段を降りて、でその玄関のところから外に飛び出た。でも私その時に見たんです、その急いで玄関出る時にパッとそのさっき落ちてた電卓が目に入った。そしたらさっきはなかったはず の、 その数字がでたらめにぐちゃぐちゃぐちゃって表示されてるのに、と。だから私本当にあそこには行っちゃいけなかったし、あそこやばいのがいるとしたらあの2階の奥なんですよ、皆さん行ってみてくださいねみたいな話だったんです。でそこで N さんは、あ今までずっと考えないようにしてたけど、死体でも犯罪者でもない第三の可能性として自分が見たもの、でもしかしたらその生きてはいない人ではない何かだったのかもしれないなということに思い至って、じゃあこうやって隠してたこの手の奥でどういう顔してたんだろう、そう思ったらもう怖くてしょうがない。だからちょっとそれから山見ると思い出しちゃって怖いっていうね、そういう話をね聞かせてもらったんですよ。いやでも怖いですよ ね、 ね。いやでもすごい、いやもうちょっとそういう話も大好きですね。
これ今から 5,6 年前の話なんですけど、お友達が車買ったんでちょっとドライブ買ってら心霊スポット行こうぜとなったんですよ。あいいねってなってすぐ4人ぐらいメンバー集まったんですね。で場所はというと神奈川県の山奥にあるハイトンネルになったんです。いざ4人車乗り込んでその山奥に入ってトンネル着いたはいいんですけど、これといって何も起こらないんですよね。で向こう行って戻ってきても何もないんですよ。まあ、何もないに越したことはないんですけど、せっかく肝試し来たのにこのまま帰るのはなって言いつつ、まあ、ここに妻でもいる必要ないんで渋々こう下山することになったんです。でもう行きとは違ってテンションダダ落ちでこう何だか買い物ないまま車降りてたら、車窓を眺めてたんですけどね、その山の中にこうボロボロの小屋みたいなの見つけたんですよ僕が、うん、ちょっと止めてって言ってどうしたって言うから、あの今山の中にさボロボロの小屋っぽいの見つけたから、あのトンネル何もなかったからそこを代わりに肝試しに行こうよってなったんです、うん、でいいねってなってすぐみんなでこう、ね、その小屋のとこまでギリギリまで車で向かうことになったんですけど、途中問題があって、その小屋がある場所というのが車道から1メーター50センチぐらい段差があって、そっからの平地の上に立ってたんですね。つまり段差があるんで車じゃギリギリまで近寄れないんです。一回降りるしかないって、で降りるかつってみんな降りたんですけど、運転手だけ降りようとしないんですよ。ビビってんのって言ったら、いやそうじゃないと、ちょっとね買ったばっかの車だからこの車道に放置するのはちょっと嫌なんだって言うんです。何かあったらすぐ車を出せるからさ、お前らだけで行ってくれ、で何かなんだかんだこうローテーションで回ればいいしって言うんで、あ分かったって僕ら運転手残して3人は段差登ってその小屋に向かったんです。でその小屋の周りというのが本当に土むき出しで全く草木も生えてないんですよ。で何なんだろうなと思って、で登ったとこから20メーターぐらい距離があってテクテク歩いてたんですけど、何気なくライトを足元に照らしたら僕らと小屋の間にタイヤの跡がスーッて伸びてたんです。あれと思って、おかしくない、うん、俺ら段差があったから車置いてきたのに、なんでこの段差の上の平地にタイヤの跡があるんだ、どっからだろうと思ってライトスーッて照らしたら、うっそうと射撃の中からスーッてタイヤの跡がついて僕ら横切ってるんですよ。なあ、うん、あの小屋行くのもいいけどさ、ちょっとこのタイヤの跡も気にならない、そうだねってなって、ちょっとさ先にこのタイヤの跡を追おうよ、でもしこれが車道につながってるなら今あの車で待ってるあいつちょっと呼びに行こうぜ、そうだねってなって、僕ら急遽小屋ではなくその足元に伸びてるタイヤの跡を追って歩き始めたんです。そしたら急にパー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 ってクラクションが鳴るんです。で振り返ったら残ったそいつがものすごい勢いでクラクション鳴らしたから、もう逃げてこい戻ってこいってやってるんです。でどうしたっていいからって言ってるんですよ。で僕らわけが分かんないまま3人こう段差降りて車乗り込んです。でどうしてあのったら後で話す、ブーンってものすごいスピードで発車しちゃうんです、うん、で何があったんだよって、 いいから後で話すからちょっと待っててくれって、全然取り合ってくれないです。ひどく動揺してるんですよね。でやがて山を抜けて一般道出てコンビニに着いたんです。で駐車場そいつがはぁはぁはぁってやってるんで、何があったか教えてくれよって言ったら見えなかったって言うんです。何がって言うと、いや大きな白い鳥居があったでしょってそいつ言うんですよ、うん、ないんですよ、全く僕ら見えてないし周りにそんなものなかったんです。ないよ、いやあったって言うから、それがどうしたのって聞いたらそいつ教えてくれたんですけど、そいつ僕らが段差登ってテクテク歩いた時にちょっと外出てタバコ吸いながら僕らの後ろ姿見てたって言うんです。その時に何気なく視線を横にひょいって向けたら白い大きな鳥居があったって言うんです。で大きな鳥居があるやと思った時にんと思ったのが、その鳥居の奥がなんかこう動いてるんですって。なんだろうと思ってじーっと眺めてたらだんだん目が慣れてきて分かったけど、それ白装束着た人たちだったっていうんです。で何あれって思った瞬間、その白装束の人たちが一斉に腕を上げて手招き始めた。そう手招き始めた瞬間、俺らが進路を変えてその鳥に向かってまっすぐ歩き始めた。あ危ないと思ってクラクション鳴らした。本当に見えなかったって言われたんです。僕ら全く見えなかったんですよね。だから運転手一人残してたから僕ら戻ってこれたんですけど、もし運転手も含めて4人で登ってたらそのままどこに捨てたかわからないんですよね。そういう体験をしました。ほーすごいな。
まあ、普段いろんなところでお話しさせていただくんですけど、それと別で本当にあの生放送とかね、今よくネット配信とかできる時代になっちゃったもんで、あの心霊スポットにね、僕行きながらそういう配信をしてるっていうのを結構毎週のようにやってるんですよ。ってなると、もともとねいろんな方がお話をくださったりしてたんですけど、そんな中で最近だとどこどこのスポットが熱いよとか、うん、あそこのスポット行ったことあるんだみたいな話もいただけるようになってきて、で、この話はですね、神奈川県の伊勢原市の方に住んでる、まあ、男性で35歳ぐらいの方なんですけども、彼がですね、今から15年以上前にですね、車を買いました、免許を取りましたの、まあ、その若い時のノリですよね。心霊スポット行きましょうと、うんうん、まあ、なったらしいんですよね。まあ、階段だとねよくある展開だったりするんですけども、まあ、彼の性格といいますか、まあ、人柄、まあ、周りの方も含めて割と日々イエーイって感じの生活をされてる、そういう、まあ、仲間がいたりっていうノリで、まあ、生活してるんで、そのなんで心霊スポット行こうかになったノリの一個で、まあ、要はそういう怖いところに女の子と行くとちょっと仲良くなれるみたいな、ちょっとた例えばその悲鳴をキャッてあげたタイミングでちょっとくっつけたりとか、そんなんがあるなみたいなのも狙いの一つにあって、本当に地元で、それこそ声かけて、まあ、いわゆるナンパですね、ナンパして仲良くなった女の子2人を乗っけて、地元の連れの男の子1人助手席に乗せて 2-2 の状態ですね、その状態でドライブしようよっつって、そのままドライブしつつ心霊スポットにちょっとずつ行くみたいなノリになったんですよね。で、まあ、神奈川の方の、まあ、いわゆるですね、まあ、そっち側の方の、まあ、山奥にある、とある有名な廃トンネルがありましてですね、そこに行くことになったんです。そこっていうのが、まあ、もう夜になっちゃうと結構、まあ、山奥っていうこともあって真っ暗なんで、まあ、女の子と行くにはもってこいなわけなんですよ。ロケーション的にもむちゃくちゃいいんで、結構山道をブーって車で上がってって、でその途中でもう本当に民家とかもなくなってって、街灯もないんで結構いい感じのもう真っ暗の中ブーって走っていくと、もうそこから車降りてちょっと歩くとですね、もうもう暗い中にもうさらに暗いこのトンネルの感じがあるんですよ。もうこの状態でもう本当にみんながキャーキャー言うんですね。もういい感じにすごいもう女の子も怖がってて、あこれはいいぞって話になるんですけど、もう今から15年以上前なんで、今みたいに当たり前のように携帯電話持っててライトがついててっていう時代じゃないんですよ。かといってね、懐中電灯わざわざ用意してない、本当にね、キーホルダーについてるこのちっちゃいガチャガチャで出てくるようなちっちゃいライト、ほんと数センチ前までしか見えないようなあれ一本で行こうって話になって、でせっかくなんでと提案したのが、いわゆるまあ仲良くなりたいんで4人で行くんじゃなくて男女男女のこの2組で行きましょうと、じゃあどうやって決めるっつってじゃんけんして、じゃあ俺先に行くって話になって、女の子と2人きりで、まあ、先にトンネルに行くことになったと。で本当にこれだけを照らしてるんで、もう本当に見えるっちゃ見えるけど、もう向こうが漆黒なんですよ、うん、まあ怖いですよ。でたまに壁照らしてみたらちょっとしたところにシミがあったりとか落書きがあったりして、で女の子がここにいるんですけど、やっぱ怖いからもう自分のここのところこうやってギュッて掴んでくれてる。でそれがちょっとまあ嬉しいんで、途中で落としたよねとかって言ったら、うん、あーってなる。でおーしよしよしと思いながら、うん、今なんか聞こえなかったって言うと、ちょっともうやめてよとかってくっついてくれると、あこれいいぞって感じで、まあ、何回か脅かしながら結局、まあ、そこそこの長さはあるんですけど、言ったらまあ向こう側に出たんです。そしたら向こう側に出ちゃえば確かに暗いというより多少月明かりがあるんで、なんとなく慌てたねって話になって、わめっちゃ怖かった、でもこれ戻んなきゃいけないんだよねって話になって、そうだねっつって、でまあそこもちろんハイトンネルなんで人がその辺にいるわけでもなくてシーンとしてるんですよ。戻りましょうかっつって、でまた振り返ってまたトンネルに入ってって、で割とトンネル入って結構数メートル歩いたぐらいの時にびっくりしたんですよね。なんか多分音の聞こえ方とかって、例えばじゃあ自分の遠くから聞こえてる音とか結構そばで聞こえてる音とかって、まあ分かるじゃないですか聞こえ方で、もう本当に数センチ後ろからおいって言われたんですよ。これはもう男性の声なんですよね。うわっと思ってめっちゃびっくりして、何この真後ろからのおいっていうの、これめっちゃ怖い、さっき誰もいなかったのになと思って、怖いからとりあえずライトでそのまま女の子大丈夫かなと思って、パッてやったら女の子はいないんですよ。あれと思って、女の子がいないどうしようと思って、そのままの勢いで後ろをこうやって見たんですね。声がする方を見たら、パッて見たらその自分の数センチ後ろに女の子がもう地面にこうやって座り込んでんですよ。座り込んでこううなだれてるから、これ大丈夫と思ってそれ見てた。したらそのうなだれてた女の子がこっちパッて見上げて、おい
おい、声がおじさんなんですよね。おいおいって言ってくるから、むちゃくちゃ怖いから、まあこれ無責任な話、置いて逃げたんですよ。置いて逃げて、そのまま入り口の方でバーって行ったら残りの2人いるから、でそこで、いや今こんなことがあってってちょっとパニックりながら言ったら、言ったら言ったで、それはもうその子の友達の女の子を無事入れって、うん、いやあんたマジそれ本当にやってんのみたいな、信じらんないって話になって、でさすがにもう一人いた男の子も、うわこれはまずいぞと、こんなん仲良くなられるわけないやんけみたいな感じになって、だから3人で迎え行くぞっつったら、さっきその座り込んでたあたりにまだその女の子座り込んでて、もうしくしく泣いてるんですよ。でそのまま声かけて、あんたこんなところでもう本当に置いてかれてみたいなことになってたら、うわーわーっつって、結局その声出したこととか全然覚えてない。でじゃあ帰るっつって、もうとりあえず送ってよって言われて、地元まですぐ帰るっつって、まあ、もちろんそんなことがあって、じゃあ次の2人組に行きますかとはならないです。もう帰るってなって、その車の方まで肩抱いて、そのバーって行って、で車に乗せるんですよ。さあその車の中でも、まあ本当に自分で運転しながらも申し訳ないことしたなと、でも確かにあれ男の声だったんだよって思いながら、確かに申し訳ないとは思うんだけどさ、でも怖かったんだよって思いながら、でも後ろではもうその一人はもうこのなんかシーンとしてるんですけど、もう友達の方がもう早く早く帰りたいんだけど早く、でも切れてる状態です。でうわ本当に申し訳ないなと思って、この友達もなんか気まずい感じになって、うわーと思いながら、あ申し訳ないなと、パッて見たんです。でパッてあのルームミラー見ると、まあ反射して自分の後ろに乗ってるその子見えるんですよね。だその子がミラー越しに自分のこと見てるんですよ。ただ顔をもう真横にこうやって、よだれがブワーって出てる状態で自分のことこうやって見てるから、それルームミラーで見て、うわっと思って、うわなんでこんなことになってんの、パッて見たら後ろに座ってるその子こうやって寝てるんです。うんと思って、もう一回ルームミラーパッて見るんですよ。だルームミラー越しに見るその子は顔を真横にして、ここからよだれがブワーって出てるんですよ。でえっと思ってもう一回パッて見たら、普通にこうやって寝てるっていう、え何これと思いながら地元に着いたんですよ。でそのままバイバイっつって2人を帰らせて、まあもう何のつながりもない、その日声かけただけの子だから、その後どうなったか分かんないけど、一回こういうことがあって、でそこのトンネルって、まあ、いわゆる、まあ、女性を見たとか子供の目撃談があるとかと、うん、同時にあの作業員さんが作業中に亡くなったとか、いろんな話もあるしと、もしかしたらそういうことなんかなみたいなところに行って、実際に仲良くなろうと思って、いわゆる吊り橋効果を狙っていったけど、うん、それどころかブチ切れられて終わったっていう話を聞かせてもらいました。はあ。山梨県でペンションの経営をされている土田さんっていう方から聞かせてもらったお話なんです。ちょうど昨年なんですけどね、私音楽関係の友達と、まあ、何人かで旅行に行ったんですけど、その泊まった先のペンションっていうのが土田さんが経営しているペンションだったんですよね。その土田さんと、まあ、なんとなくこう世間話をしている時に、まあ、多分私が怪談好きっていうのもあったんでしょうね、なんか不思議な話ありますってついて聞いちゃったんですよ。そしたら土田さんが、あ、怪談ですか、いや俺も昔一回怖い思いしたことがあるんですって言って、ご自身の体験談を語ってくれたんです。土田さんが26歳の時だというふうに言ってました。仲良しの男友達、まあ、A 君と B 君っていう2人と、あと女友達の C さんっていう、まあ、合計この4人で、確か夏って言ってましたかね、肝試しに行こうっていう話になったんですよね。まあ、なんでそういう話題になったのかはちょっと覚えてないそうなんですが、まあ、多分、まあ、若い時の、まあ、若気の至りといいますか、なんとなくこうテンションが上がって、おしちょっと肝試しに行こう、まあ、そんなふうになったそうなんですよね。当時土田さん車を持っていたんで、まあ、土田さんが車を運転して、で助手席に、女性の C さん、そして後部座席に男の子が2人乗って、まあ、それで、まあ、肝試しのドライブに向かったんです。で行った先というのが、まあ、山梨では非常に有名な心霊スポットで、とある渓谷の下にある、まあ、淵だったんですよね。そこはかつてとある戦国武将が治めていた場所なんですけれども、隠し金山があったそうなんです。そしてそこで金を掘っていたそうなんですが、まあ、そこの秘密を守るために働いていた甲府と、そしてそこを訪れていた遊女、全員谷底に落として殺害した、まあ、そういった伝承のある非常に有名な心霊スポットなんですよね。まあ、夜の12時か1時ぐらい、まあ、現場に着いたんです。国道沿いに車を止めて4人、まあ、懐中電灯をそれぞれに持って車を降りたんですよね。その渓谷の下、まあ、現場の場所ですけれども、
まあ、4人懐中電灯を持ってその山道を降り始めたんです。さすがに夜の山道、明かり何にもないんですよ。やっぱり怖かったんですよね。みんなで、おい俺無理かもしれない、うわここめちゃくちゃ怖いな、まあ、そんな話をしながら山道を下っていたんですが、ふとですね耳をちょっと澄ませると、その渓谷の下、川が流れているんですけども、その川の方からパシャ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 っていうたくさんの人がまるで川の浅瀬を歩いているような、そんな音が聞こえたんですよ。おい聞こえる？うん聞こえる。誰かいるのかな、まあ、当然そこ心霊スポットで有名な場所だったんで、もしかしたら他に肝試しの団体がいるのかなとは思ったんですが、ちょっと様子がおかしいんですよね。しばらくするとふふふあはははっていう、なんか女性がケラケラと笑う笑い声が聞こえてきたんです。さすがにそれを聞いた時に4人みんな固まっちゃったんですよね。聞こえるよな、うん、女の人、そう言ったその直後、そのケラケラと笑う女の声が真っ暗な山の中一直線にこちらに向かって近づいてきたんですよ。その瞬間友達の一人がやばい逃げろって言ったんです。もうそうなるとこれ集団パニックみたいなもんですよね。みんな一斉にキビスを返して車に向かってダーッと逃げたんです。もう全力で我先にライトを持って車に向かって走って逃げたんですよね。で道に出てみんな車に一斉に飛び乗ったんです。そして運転席にいた土田さん、おいみんな乗ったかって言った。助手席には C さんがいる、後部座席には2人乗っている、よしじゃあ行くぞって言ってエンジンをかけてアクセルを踏んで、そしてその場を離れたんですよ。車の中はみんなもう震え上がっていたそうです。もう言葉一つ交わさずみんな震えたんですよね。するとカーステレオからおーっていうなんかゴーゴーという低い男のうなり声みたいなのが聞こえ始めたんですよ。それが本当に恐ろしくて、助手席にいた女の子 C さんがそれ止めてって言ったんです。すると後部座席にいた A 君の携帯電話が鳴ったんですよ。ピリ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 って。でバックミラー越しに A 君、辻田さん見てたんですけど、その A 君が真っ青な顔してその携帯に出たんです。もしもし、うんうん、えお前それどういうこと、うわーって言って A 君が絶叫したんですよ。すぐ車止めてくれって言うんですよね。もう辻田さん慌ててブレーキを踏んで車を止めたんです。そして後ろを振り返ったんですけれども、後部座席 A 君一人しか乗ってなかったんです。その携帯電話 B 君からの電話だったんですよ。実は B 君急いでみんなと一緒に逃げてきたんですが、一人車に乗り遅れてその現場に取り残されてしまっていたんですよね。慌てて U ターンをしてその B 君を迎えに行ったんです。するとその B 君真っ暗な道の真ん中に立っていて、お前ら俺を置いて逃げるなんて最低だぞ、怒られたそうです。まあ B 君を車乗せてそのままその場を離れて帰ったんですけれども、ただ土田さん私にこう言ってくれたんです。響さん、俺車に乗った時に間違いなく全員乗ってることを確認したんですよ。でもあの時 B 君の代わりに車に乗っていたやつ一体誰だったんでしょうかね。まあ、そんな話を聞かせていただきました。まあ、そのスリラーナイトで前に送ってくれてたお客さんが実際に体験したんですけれども、その友達ととある心霊スポットとなっているトンネルに行ったらしいんですよ。で車に乗って行ってしばらく進んでいったら山道やって、これ以上車に入られへんから止めようってなった目の前に軽自動車が1枚止まってるんですって。でここに止めて歩いていこうかっていう時にバーッと歩いていったらトンネルが見えるんですね。だからここやなって入ろうと思った時にめちゃくちゃ騒がしいんですって。でこれ中に先にだから車1台止まってたから遊んでる若いやつらおんなと思ってたら超パリピみたいなやつらが出てきて、いやめっちゃ怖かったみたいなのが聞こえてくるから、うわ嫌やなと思ってたらすれ違う時に、お兄さん今から行くんすか、やめた方がいいっすよみたいなんで絡んでくるらしい。いや鬱陶しいなと思いながら大丈夫です大丈夫ですって言ってその若い男女 7,8 人を見送ったのよ。でそのままトンネルに入ろうとしたら、いやもう待てと、
全然怖ないやんと思ったらしくて、でトンネルってやっぱり暗くてボロボロでゴミだらけのイメージあるけれども、そこはもう電気もきれいについてるし、落書き一つなくてきれいし、ゴミも落ちてないと、いや怖ないやん普通のトンネルよりきれいやんと思いながら入っていって、真ん中ぐらいでピタッてみんなが止まるんですって。でそっから空気が明らかに変わってると、真夏に行ったのに真冬の冷気がすごくて、そっから先行って電気もついてへんし、壁ボロボロやし、ゴミだらけらしいんですよ。ではどうしようと思ってる時に一人が、まあ、ここまで行ってんから先進もうやって言うから、あそうやなそうやなということでみんな怖がりながら進んでいったんですね。でようやく抜けたところに、あの友達がそうそうそう、あそこにさ女の子の首が2個並んでてんでって言い出して、お前気持ち悪いこと言うなって、もう戻ろうって言ってまた一回戻ったんですよ。で暗い方のトンネルで戻っていってる中で、また真ん中ぐらいの時に一人の友達が、あせっかくこっち来てんからさ、1話だけでも怪談話やってみようよっていう提案してきたらしくて、でその聞いた体験した男の子は嫌やなと思いながらも、ちょっともう怖いけど、あの俺おしっこだけしたいからちょっとトイレだけさしてっていうことで、一人明るい方のトンネルにブワーッと走っていって用を足そうとしたらしいんですよ。でその瞬間にブワーッと二人が逃げていくんですって。でどうしようどうしようと思ってたら、もう慌ててトイレを終わらして二人追っかけていったら、何やのお前、絶対俺のことはめようとしてるやんって言ったら、二人ともブワーッと青ざめてるんですよ。で青ざめてて、何かあったんって聞いたら、あの暗い方のトンネルの入り口から女の人の声でねっていうのが聞こえて、あれと思って振り返ったら、今度後ろからねって聞こえて、やばっと思ったら耳元でねって聞こえたらしいんですよ。でそれでバーって逃げたと。でもう一人の男の人は違う違う違うと、もう俺らが暗い方のトンネルに足一歩踏み入れた瞬間からずっと男の人がわちゃ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 って喋ってる男の人から大量の声が聞こえると、だから怖くなって逃げたっていうんですね。でもだからその僕が話聞いた男の子だけが体験できなかったんですよ。でまあとりあえず帰ろうかって言って戻ってる時に、ちょっと待てよと、おかしいなってなったんです。っていうのは、あの真ん中まで行った時に、まあ、ここまで来てんから先進もうやって言ったの誰って言ったら、誰も違うんですって。で確かにあの時は冷静じゃなかったけど、あれ誰の声でもないよなみたいな、ほんま気にしなかったけど確かにおかしいなってなって、で今度抜けた時にもう一人の男の子が、お前そういえばなんであの抜けた先に女の子の首が2個並んでてんでって分かったのって聞いたら、いや俺そんなん言ってないって言い出して、いやもう気持ち悪いこと言うなって調べたら、そこって殺人事件のあったバラバラの殺人事件のあったところなんですけれども、そんな首が2体どっかに並んでるっていう記事は1個も書いてないんですよ。だからなんで分かったかが分からないんです。でわ気持ち悪い気持ち悪いってなった時に、そういえばそもそもおかしいないってなって、っていうのは最初出てきたのって若い男女 7,8 人出てきたよなって言って、でも俺たちの前に止まってた車って軽自動車よな、絶対人数乗られへんやん、でどんなやつおったって照らし合わせたら、みんな 3,4 人の顔は浮かぶけれども残りの 3,4 人の顔が浮かばないらしいんです。でもしかしたらそこにもう霊がくっついてきてしまってたんじゃないかっていうお話です。めちゃめちゃたくさんの幽霊さんが いるってことですね。 それそうですよね、多分本当に。で、まあ、後日談なんですけど、はい、で僕がそれを疑ったからもう一回撮りに行ったんですよ。あの、はい、動画をその人回しに行って、怖いけど行ってくるって言ったら、はい、その動画にもやっぱり半分真っ白で半分真っ暗で、踏み入れた瞬間に何言ってるか分からへんけど、わちゃ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 って男の人の声とかはめっちゃ入ってて、へで一言だけ、はい、はっきり聞き取れた声があって、それが誰に向けて言ったか分かんないですよ、はい、でも男の人の声で殺していいっていう声だけは入ってたんです。でそれは聞かせてもらってめっちゃ怖いなってなって、ほんまやったんやっていう話はあって、ちょっと終わったら場所教えてください。 OK です。今から20年ほど前のお話なんですが、その当時僕札幌でアパート借りて一人暮らしをしてまして、その年の夏っていうのがこの北海道ものすごく気温が上がったんですね。北海道っていうと大抵こう夏場でもひんやりしてるっていうイメージあるかもしれないんですけど、あれ何年かに一度ものすごく気温が上がるんですね。その年がまさにそうだった。もう連日テレビでね天気予報を見てましたら、もう東京と同じかそれ以上に気温が上がってるんです。ただ向こうのアパートって大抵部屋にエアコンなんてついてないもんですから、もう気温上がっちゃうと部屋の中が大変なことになる。その日もね、僕朝からいやーこれどうしたもんかなと思ってたんですけども、
昼過ぎになって、当時仲の良かった今野という僕と同い年の男友達が部屋訪ねてきまして、でガチャッとドア開けたら、もう今野も汗びっしょりかいて立ってる。いやー村上ちゃん暑いなーって言うんです。暑いよな、いや俺も今日ずっと朝から部屋にいるんだけど、これどうしたもんかなって言ったら、だろ、いやそうだと思って、俺いいこと思いついたんだ、これさ佐都ちゃんの店行けばいいんじゃない。さあこの佐都ちゃんっていうのは誰っていう話なんですけど、佐都ちゃんというのも当時僕たちの遊び仲間、僕と今野より、確か3つか4つ年上の頼りになるお姉さんなんです。この佐都ちゃんが当時札幌市内のあるカラオケボックスで雇われ店長をしてたもんですから、その店に遊びに行こうと、まあ、カラオケですからね、当然店内冷房が効いてて涼しいはずだと。お、その手があったかと、あじゃあもう行こう行こうって言って炎天下の中2人一生懸命歩いていきました。この佐都ちゃんのお店っていうのが住宅街の中にポツンと立ってる木造モルタル2階建ての建物、まあ、言ってしまえば非常にボロな建物なんです。そこついて入り口のガラス扉ギッと開けて、佐都ちゃんいるって入った途端に、あれと思ったんです。店の中電気消えて薄暗いんです。で大抵ねカラオケボックスで店内 BGM 流れてたり、それこそどっかの部屋でお客さんが歌歌ってれば、その歌声って多少聞こえますよね。全く聞こえない。で佐都ちゃんはっていうと、薄暗い店内のカウンターの中に一人ポツンと立ってる。え、どうしたの佐都ちゃんって、あれ今日店やってんじゃないの、ああ、あんたたち来たんだ、いや店やってんだよ、やってんだけどさ、最近うちの店お客さん誰も来ないのよ、誰も来ないのに電気つけてたって電気代かさんじゃうから、こうやって節約のために消してんの、いや暇だったからあんたたちいいとこ来たって言って、僕と今度ジュース出してもらいまして、それ飲みながら3人でたわいもない話してたんですけど、そのうちこの横にいる今野が本当軽い冗談のつもりだったと思うんです。暗い店内見渡して、いやー佐都ちゃんさ、この店こんな暗いとこれ幽霊でも出そうだよね、出るよ、え何佐都ちゃん、えこの店ってえ幽霊出んの、出るよ、いや私さ毎日こうやって受付立ってるでしょ、そうするとねお客さんの部屋からよく苦情の電話が来るのよ、でその内容っていうのは毎回同じなんだけど、お客さんが歌歌ってると部屋の外から誰かが覗くっていうの、ほらあのカラオケのドアって真ん中に細長いガラスはめ込んであるじゃない、あそこからなんかチラ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 こっちの様子伺ってると、で私もねそれどんな人ですかって聞くんだけど、みんな同じこと言うのよ、顔は見てない、ただ作業ズボンを履いた足だけが見える、それがなんだか気味が悪いから店員さん注意してくださいって言われる、で私もねあ分かりましたじゃあ注意しておきますって言って電話切るんだけど、私本当はその後何もしないんだよね、だって私知ってんだもん、その時に店の中にお客さんってその一組しかいないんだよね、でもねこれお客さん嘘ついてるわけじゃないのっていうのが、私も最近それ見ちゃった、その数日前のことだって言うんですけど、いつものように朝出勤してきた佐都ちゃん、1階の風呂は掃除機かけましてそのまま2階に上がってた、電気もつけずに2階の暗い風呂はずっとこう掃除機かけてましたら、暗い廊下の向こうから何かがこっちに向かって近づいてくる、え何これと思ってるうちにそれがスーッと佐都ちゃんの横を通り過ぎてった、私ねその時はっきり見たのよ、あれねお客さんみんな顔見てないって言うけどそりゃそうなのよ、だってあれ足だけなんだもん、作業ズボンを履いた足だけが佐都ちゃんの横を通り過ぎてったって、ただねこんな話突然聞かされたって僕も今度もにわかに信じることもできないです、え何なの佐都ちゃんその話って本当なの、本当だよ、えあんたたちこれ信じないの、いやそれだけじゃなくってこのお店の中その他にもいろんなこと起きてんのよ、例えばね
2階の201号室そこもね、なんだか変なのいるのよね。さあここまで聞いて黙ってないのがこの今野という男なんです。で彼も僕と同じで心霊オカルトの類い大好きなやつ。いやそんなに幽霊出るんだったらぜひ自分も一度見てみたいって言い出した。もうね、佐藤ちゃんからすればいやそんな軽はずみに見ていいもんじゃないんだよと、いやそこなんとかお願い、二人言い合いになりまして最終的に佐藤ちゃん折れる形で、じゃあさあんたたちね行ってもいいんだけど一つだけ約束して、部屋には入らないこと、外から見るだけ、2階の201号室絶対入らないでね。そう言われて僕と今野で店の2階に上がってったんです。で1階のフロアはね外からの日差しが入るんでまだぼんやりしてるんですけど、2階に行くと本当に光が届かない暗いフロアなんです。だこの2階に向かう階段上がってる途中から気温がガラッと変わる、ものすごく肌寒いんです。で階段上がりきってすぐのところに確かに部屋が一部屋あるのが分かる。さとちゃんが言ってた部屋201って書いてあるのがかろうじて見えるんです。で例の猫のドアについてる細長いガラス、そこを一生懸命2人で中覗くんですけど、まあ、部屋の中だって電気消えてるわけですから全く何も見えない。ただこれ後になって考えると僕自分でなぜそんなことしたのかがわからないんですけど、僕この時どうしてもこの部屋に入ってみたくて仕方ない、その欲求を自分で抑えることができないんです。な今度これさ、さとちゃんに内緒でちょっとだけ中入ってみない、村上ちゃんもそう思った、そう言ってドア開けて2人でこの部屋の中入ってみたんです。で真っ暗なんですけどね、置いてあるものの配置っていうのはなんとなくわかる。部屋の真ん中にテーブルが1つドーンとありまして、そのテーブルを囲むように三方にソファーが3つ置いてある。で部屋の隅にはカラオケの機械がありまして、ただね暗いっていうだけで別にどうってことはない、普通のカラオケボックスだよなと思いながら僕この部屋の中ぐるっと見渡した時に、僕らの正面にあるソファーの上、小学生ぐらいの男の子一人座ってるんです。でその子一目見て人間じゃないってのが分かる、っていうのが全身ぼんやり緑色に発光してるんです。でこの子僕らの方向いてるわけじゃない、壁に向かってじーっと座ってる。よくあの電車の中でね、子供が窓の外の風景見ようと思って座席の上に足折りたたんでちょこんと座りますよね。あんな格好で壁に向かってじーっと座ってる、はっきり見えるんです。よくねそういった場面であのドラマなんかでこう目をこするって表現ありますけど、あれ本当にやるんですね。ただ何度こすってもやっぱり見える。そのうち横にいる今度もいるいるって言ってる。あ、やっぱりそうだ、これ僕だけじゃない、今度にも見えてるんだ。そう思って僕彼の方振ってみたら、今度暗がりで分かるぐらい顔真っ青になってる。とある瞬間彼の目がクッと開いてある一点をじーっと見てる。あ、これ男の子に何か動きがあったんだな、そう思ったんで僕もその視線の方にふっと顔を向けると、正面に座ってるその男の子の首だけがぐぐっとこっち向いてきてるんです。あ、やばい、このまま行ったら目と目が合ってしまう、これ霊と目があったらどんなことになるかわからない、そう思った途端に恐怖心湧いてきまして、でそのまま悲鳴上げて僕と今度階段駆け下りて佐藤ちゃんとこ走ってた。で佐藤ちゃんいるよ、2階本当にいるよって言ったら、佐藤ちゃん平気な顔してね、いたでしょ。そういった次の瞬間、真っ暗な誰もいないはずの2階からガチャッゲシッゲシッゲシッ、あっと思ったんですけど、その音聞いた佐藤ちゃんが
ょっと待って、え、あんたたち何したの、え、まさか部屋入ったりしてないよね、これ怒らせちゃったよ、僕も今度もどうしていいか分からないです。ところがそのうちその足音後ろの階段を降りてきてるんです。あ、もうダメだと思ったんで、僕と今度で、ね、ごめんさつちゃん、もう俺たち帰るわって言って、僕が入り口のガラス扉開けようとした時に、今絶対外出ないでってさとちゃん言う。でその場でまたピタッと動き止める。でもなんでそんなこと言うんだろう。いやでもさとちゃんが言うんだから何かあるのかな。そう思ってじっとしてるんですけど、足音はどんどん降りてきてる。もう怖くて後ろ振り向けないんです。目閉じたままじっと下うつむくしかない。ある瞬間にピタッと足音が止まったんです。おそらく後ろの階段降りたあたりにいるっていうのは分かるんですけど、まだ怖くて振り向けない。もう目閉じたままもう来ないでくれと心の中で祈るしかない。でもそうしてた時に、もう大丈夫だよっていう佐藤ちゃんの声がふっと聞こえる。あーよかったと思ってゆっくり目開けると、違う、佐藤ちゃんまだカウンターの中で目閉じたまま下向いてるんです。佐藤ちゃんじゃない、佐藤ちゃんこんな状態で大丈夫だよなんて言うはずがない。じゃあさっきの大丈夫って言ったのあれ誰の声なんだろう。そう思った時、ちょうど今僕の目の前に入り口のガラス扉あるんですけど、そこに僕の姿が映り込んでる。映ってる僕の背後から全くミス知らずの中年の男をヒュッと顔出して僕の耳元で、あー、それ聞いた途端にもう僕たちさんに店飛び出したんです。で結局さとちゃんも後日この店を辞めてしまいまして、辞めた後に彼女こんなこと言ってたんです。いや私ね、あの店って何か曰くがあるんじゃないかと思って調べたんだけど何も出てこないのよね。でそうなった時に私一つ思い当たるのが、実は2ヶ月前店の内装工事したのよ。でその時防音のためなんだけど店中の窓塞いじゃったのね。それからなんだ変なこと起こるようになったの。ほらよく言うじゃない、水辺に霊が集まるとか。あれね、もう一つ霊が集まりやすい場所があって、それが窓のない部屋なんだって。窓がない部屋に集まった霊は外に出ていくこともできなくなって、ずっとそこに溜まっちゃうっていうの。あの店きっとそうだったんじゃないかな。僕それ以来窓がない建物に行くときには十分注意するようになったんです。僕はもう20数年前なんですけど、心霊スポット、全国の心霊スポットをこう写真に収めるみたいなことをやってて、沖縄になんとかホールっていうホール の昔の廃墟があったんですよね。で、まあ、そこちょっと入っちゃいけないんだけど、まあ、当時はね雑誌とかはね緩くて、まあ、入っちゃってて、うん、でそこもともと朝鮮戦争の時にその米軍の士官のために建てられた、そこですね、っていうその建物で、その士官がこう、まあ、いろいろこうゲームに興じたりコンサート見たりみたいなっていうホールだったんだけど、それがまあ大きい食堂があって、ベトナム戦争の時にはそのアメリカのベトナムで戦争してで亡くなった兵隊が、その時の輸送機っていうのはまだ直接アメリカまで届かなくて、いっぺん沖縄寄って、でそこのまあ大型の食堂の冷蔵庫とかね、でそこ自体をまあ、ちょっとモルグっていうか遺体置き場に使ってたと言われてるんですよね。でそれベトナム戦争が終わって、その後には日本の民間に払い下げられてディスコとして使われてたんだけど、それが火事になっちゃって、で結構たくさんその死んだ方がいるっていうところの廃墟だった。その火事になった後はそのガス爆発とかあったんで、そのまま廃墟になってずっと何十年もいて、もうとにかく心霊スポットとして有名だったんですけど、で、まあ、僕らがちょっと写真を撮りに行こうと、そしたらなんかそのフェンスがあるんですよ。バーってフェンスがあって、で、あ、これ乗り越えなきゃねって言って、まあでも今はね、今はちょっと無理なんですけど、そういうの厳しいから。で昔はね、まあそういう廃墟だったらまあいいかみたいのがまあ
全体的にねあったんで、まあ、乗り越えようということになったので、夜中だったんですけど女子高生がいるんですよ2人で、女子高生が2人いて、すいませんって言って、制服着てすっごい短いスカートを履いた女子高生がいて、すいませんって言って、一緒に行ってもらっていいですかっていう、その廃墟の、えって、でもいや、もう夜中だし危ないんじゃないの、ちょっとやめた方がいいよって言ってたんですけど、いや、そのどうしても行きたいと、でいやでも僕らもねちょっと仕事で来てるから連れていくわけにはいかないよって言って、じゃあ行った後にちょっと僕私たちも怖いんで勝手について行っていいですかって、まあでもちょっとそれよくはないけどでもダメ、勝手だったらダメとも言えないしって、こう女の子2人かと思いながらこうあれしてたら、まあまあ勝手だったらちょっと僕らはダメとは言えませんみたいなこと言ったら、いいってよって言って、そしたら女の子に声かけたら男の子が一人出てきたんですよ。だから男いんのかと思ったんだけど、男の子もね、でもね綺麗な顔したね、同い年ぐらいの高校生ぐらいの男の子で、それでその3人がこうついてきてフェンス越えてきてたんでしょうね。でまあ僕はやっぱ真面目なところがあるんで、明日から絶対スカートとか覗いちゃいけないと思ってこう目をそらして、まあそれどうでもいい話なんですけど、それでまあ行ったら、まあとにかくいろんなものすごい大きい廃墟でいろんなとこがあって、でそこのガス爆発の現場は行くと死ぬとかね、まあ当時その地元の噂なんてもう簡単に行くと死ぬとかって言われてたりしたんですけども、行ってたんですよ。で僕らその男2人で行ってたんですけど、カメラマンと、で後ろ見ながらチラチラ行ってたら、まあついてきてて、でついてきててこう行って、でまあ階段があったりホールがあったり食堂の跡があったりって、まあ、結構大きいところで 2階建てかな、もう今ないんですけどね。で米軍の施設もすぐ近くにあったりしたんで、まあ、気をつけながらこう見て回ってたら、キャーって音が声がして、で僕らちょっと写真撮ってたんですけど、あの子たちだと思って慌ててこう行ったら、男の子が気絶して倒れてるんですよ。でどうしたのって言ったら、いやもう彼がなんか急に何か見て倒れちゃってって言って、さあもうちょっと撮影どころじゃないんで、いやもう連れて帰んなきゃって言って、男の子担いでて女の子2人と思って僕らでこう行って、それでフェンスのところでなんとか登らせなきゃいけないから、バン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 って叩いて、どうしたのどうしたのって言ったら、はーって言ってこう起きて、いやもうなんかすごい見ちゃったみたいなことが言うから、いやとにかくもう出ようと、とにかく出ようって言って出て、で彼らはね、何で来てたのかなちょっと忘れちゃったんですけど、まあ僕らがレンタカーで来てたんで車に乗せて24時間やってるハンバーガー屋かなに行って、でそこでこうちょっと話を聞いたら、実は彼はおばあさんがユタなんですって。それでなんかちょっともともと霊感強いみたいなことを言ってて、で何見たのって言ったら、そこの階段のところで非常階段じゃない石の階段をこうって登っていったところで、なんか黒人の兵隊が見えたんですって。で階段をでも、いたんだと思って、女の子たちには言わずに自分だけこう気をつけながら登ってったら、階段の一番上のところまで来たらね、それ黒人の兵隊が上半身から上しかなくて、で下血まみれで床から生えてて、でそれでその黒人にギロって睨まれた時にもうわーって気を失って倒れちゃったっていう話を聞いて、でそんなにもう本当に普通にね17ぐらいだと思いますけどぐらいの子たちが、そのユタというか、そういうそのシャーマンっていうのは僕らにとってはなんかその伝説の存在じゃないですけど、その実体感のない存在が身近におばあちゃんとかにいて、でそういう人がなんですかね、感能力というか、僕はまあ見てないから幽霊はね、それが本当かどうか、彼がそう感じただけなのかって分かんないけど、でもそれをこうダイレクトに感じるっていうのが、やっぱなんかその沖縄ってなんか生きてんだなとかってすごい思ったんですよね。もう有名な東京にある心霊トンネルがありまして、僕は行ってないんですけど、うん、僕の友人が、まあ、若い時にこう女の子とか連れて 4,5 人で車で行ったらしいですね。でそんでの噂というのが、中に入ると
白い服の女が追いかけてくるみたいなお話がある場所なんですよ。でなんかざっくりとそんな感じの話しか知らなかったらしくて、まあ行ってみるかって夜中車乗せて、まあ、着いたんですよね。そしたらさっき女の子を連れてきたと言いましたけど、その女の子はひどく怖がって行かないって言ったんですね。車に残ってると、だからあなたたちだけに行ってもう私近づくのも嫌だってなったらしいです。で無理に連れ出すのもあれだから、じゃあ残ってていいよって言って、その男連中だけでこう行ったらしいんですね。車降りてからテクテク歩くんですけど、そしたらすぐにその女の子が追いかけてきたっていうんです。でちょっとちょっとって言うから、どうしたのって言ったら、あのあそこに一人で残る方が怖かったって言うんです。だやっぱ一緒に行く、トンネルには入らないけど一緒に行くって言って、ああ全然いいよって言って、また合流してトンネル入り口まで着いたんです。でこっから追いかけていくのか怖いな、じゃあ行くかって時にプルルって電話が鳴るんです。携帯の電話なんです。で誰だろうってその代表みたいな男が見たら、その追いかけてきた女の子からだって言うんですよ。あれ一緒にいるはずなのになんで電話かけてくるんだと思って周りにいたら、もういないんですってその子、うん、えと思って、もしもしって電話出たら、ね、いつまで待たせるの、早く車に戻ってきてよって言うんです。えお前今来たじゃんって言ったら、行くわけないじゃんって言った時に、トンネルの中からトン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 っていうのが押し音聞こえてきて、あ怖いと思ってそのまま降りてったんです。で車にいたらその子が、あやっと戻ってきたって顔してるんです。でいやお前追いかけてきたでしょって言ったら、いや行ってない行ってないって言うんです。明らかに嘘ついてる顔じゃないんですよ。えじゃああれがそうだったのと思って、でもその時にその女の子見たら、その女の子白い服着てたらしくて、あ白い服の女に追いかけられたっていうのは確かだっていうことがあったらしいです。怖いな。たまに現れますよね、その本人のふりした別物、ね、怖いよな。いや怖い。調べたいなと思って、一回ね、はい、僕ね調べようと思って行ったことがあるんですよ、うん、場所は言えないんだけど、そこって別に土地調べても過去何もないんですよ。綺麗な土地なんですよ、はい、で会社の寮を作ったんですよ、はい、で寮を作ったら、はい、幽霊が出るって言うんですね。で具体的にどうやら聞くと形じゃないです、うん、例えば声が聞こえるとか、女性以外の歌声が聞こえるとかなんですよ。でみんな怖くて出るんですよ、うん、寮なのに。会社で安いんですよ、お金もすごく安いけど、うん、もう嫌だ嫌だっつって、でも誰もいなくなっちゃったんですよ、その寮から、ええ、でそれで行ける機会があって行ったんですよ、うん、で僕はなんで行くことに決めたかって言ったら、その前にある番組で、ロケやったんですよ、はい、でそのロケ、まずロケ撮影が本間撮影じゃないです、ロケのロケ班ですね、ロケ班やった時に一晩中カメラ置いといてでやってたら、誰もおれへんのになんか生活音が入ってて、誰って男の声が入ってるんですよ、生活音が入ってて、ね、で僕その時に思ったんです、あこれもしかしたらここの寮のにいた人たちのその時の何か記憶されてそれを再生してるだけじゃないかと。だからその誰もそうだし全然関係ないですよ、なんかこっちからメッセージを送っても受け取るわけじゃないんですよ。よく聞いてそんな話ばっかりなんですよ、歌声聞こえたとか喋ったら声聞こえるっていう。でそこに僕行って、でまず階段喋って生放送で流してたんですよ、あれは YouTube やったかな、流してて、で階段喋って、でよくある僕パターンの、もし幽霊がいましたら今カメラ回してますから、はい、何かメッセージや送ってください、はい、何もなかったわけですよ。どうやったんですよ、どうやって家に帰ったらね、ほとんど朝方やってんけど、なんかね頭の中でね音楽がぐる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 回るんですよ、なんか、うん、音楽、はい、この音楽何やろ、あ CM で使ってたな、映画でも使ってたなと思って、で分かんないんですよタイトルが。で朝起きて、その YouTube で流してたの見たら、コメントのところの欄に平子さん変な歌が入ってますとか、で僕の Twitter にも平子さん変な声が入ってます入ってますよって言うんですよ。えどういうことと思って、いやいや入ってない、いや入ってます、で細かく秒も書いてくれてるんですよ。で、ま、見てみたら1時間ぐらい回してたんですけど、一番最初に僕と慶応さんとリワちゃん3人で初め会話してるんですよ、部屋の中に入って、はい、でそれぞれが部屋に戻るんですよ、自分が怖かったように、はい、で僕一人になって階段喋るんだけど、その3人で喋ってる時に僕は慶応さんに冗談で、慶応さんってそのスタッフの方ですね、はい、スタッフの慶応さんっていう人に冗談で、はい、入り口に入る時にさ女の声聞こえたで、女の鼻声聞こえたでっ
って言ったら、えって言うんですよ。そんなわけないよ、僕冗談なんですよ本当、え、ほんまやほんまほんまやって。で、川名さんも来てたんです、ロックさんもおったんですよ、川名さんもロックさん、はい、別の部屋におったんですよ、はい、川名さんもロックさんも聞いたって言うてるから、聞いてみ、うん、って言った途端に女の鼻声でうん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 って入ってるんですよ、はあ、でカメラがもうほんと自分ばっかり1メートルのところに置いてて、はい、その僕がおって、その後ろにリュウアちゃんとで慶応さん、男性の慶応さんがいるんだけど、はい、女性の声だからリュウアちゃんの可能性があるんですよ、うん、でも僕がおって聞いたらものすごい近くで喋ってて、リュウアちゃんの声じゃないんですよ、で僕の声でもないんですよ、はい、で鼻歌歌ってるんですよ、はい、でその歌がうんうんうんっていうのがニューシネマパラダイスだったんですよ。で僕はずっとその何も知らずに寝てる時に映画で CM と思ったらニューシネマパラダイスが頭の中延々とループしてたの。エンニオ・モリコーネの名曲ですよね、はい、あれを幽霊歌ってるんですよ。で何がもこれでね、えっと思ったのが、僕はそこの幽霊は多分記憶を再生しようと思ってたんですよ。でもこれって聞いてみって言うたら歌ってるんですよ。あ、なるほど、その、こっちがコンタクトすればってことですか、はい、だからある種なんていうの、タイミング的にほんまやで、歌ってたのほんまやから聞いてみっていうのに合わせて鼻歌歌ってるってことは僕のコンタクトに応えてるってことやから、あ、なるほど、記憶じゃなかったんやと思って、はあはあ、もしかしたらなんかいるのかなっていう、あ、もうその意思を持った、なんかの意思を持った何か、そのメッセージ伝えれる何かがいるんだなっていう、はあ、東京から少し西の方にある、まあ、とある山奥って言ったらあれなんですけど、あの割と人里から離れた場所に無人のとある神社があるんです。でここ無人で、あの神社なんですけど、あのなんか廃れて廃神社とかではないんですけど、まあ、普段人がいなくて、でここっていうのが、まあ、入り口、まあ、鳥居がありまして、で鳥居を入るとしばらく参道があるんですけども、どんぐらいかな、僕も行ったこと実際にあるんですけど、100メートル150メートルぐらいあるんですよ、結構長いです。でその間にはもう大きな木が等間隔というか、まあ、立ってまして、その真ん中を歩いていく感じで、これを右に曲がるとそのまま階段を上がっていって本殿があるんですよね。で敷地に入っていくような感じなんですけど、実際ここは、まあ、あのネットで調べると出てくるような有名な、まあ、心霊スポットとして出てくるような場所なんですけど、実際にそこの本殿 の床下のちょっとしたスペースで人がもう大量に殺されてたりとか、まあ、いろいろ言われもある場所なんですよ。で実際僕行った時にちょっと変わったものが VTR で撮れたことがあって、あ、ここマジで怖いとこなんだなっていうイメージがあったんですけど、それを生配信で行った時にちょっと変わったものが撮れたんで、見てた視聴者の方だって結構いらっしゃって、去年だからライブに来てくださったとある方が、あのここ のむちゃくちゃ怖いなんか思いした体験談が1個 あるんですよって言われて、で男性なんですけども、この男性が中学生ぐらいの時なんですけども、まあ、知人と、まあ、結構車に乗って結構山奥なんで上がってって、人里離れた中に大きな駐車場があるんです。でそこ車止めると、もう夜中だったんで他に誰もいないシーンとした中で、目の前に鳥居が見えて、で男女5人で行ったんですけど、その時点で車から降りると鳥居 の下についてるあの白いね、紙でできたあのギザギザになったらあのシデと呼ばれるもの、あれがね4つぐらいついてるんですけど、向かって一番右側のそれだけが無風の中、くる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 ってなってたんですよ。でそれ見て一人女の子が、私無理、ちょっと入れないって言って車に残るってなった。でじゃあ俺らだけで行くかっていうことになって4人で中入ったらしいんですけど、鳥居をくぐるとね、まっすぐの参道があって、で木々が両脇に並んでるんですけど、別に意図したわけじゃないですけど、なんとなく4人いる中の自分が一歩引いた形で、まあ最後尾というか4番目の状態に歩いてたんです。なんとなく周り見ながらね歩いてたら、ああ最後だななんて思ってる時に、わってびっくりしたのが、普通に歩いててこの左の下のあたり、まあ、木があるんですけど、この根っこのところに日本人形が一個立てかけてあるんですよ。でもうおかっぱ頭のもう本当に和服着た日本人形がドンってあるから、急にそんなものが夜中もうシーンとした中であるから、うわーってびっくりしたんですよね。何ここ、そういう神社と思って、ちょっと気持ち悪いなと思いながらも歩くんで、そこに見つけたものは気持ち悪い、なんだろうこれって思って、でそのまま前向き直って歩き出した時におってびっくりしたんですよ。今度歩いてるこっち側の木の根元に、あ、まだ日本人形あると思った時に、もう全く同じデザインというかおかっぱで、まあ、同じような和服着て、あ、さっきのと同じようなデザインのやつだなと思って、うわ何ここって思って、そのままこうやって、あ、気持ち悪いなってまた歩き出したら、あってびっくりしたんですけど、また向こうのこの木の根元に日本人形あるんですけど、あ、
どれも同じデザインなんだなと、なんでなんだろうと思った時に、これを通り過ぎながら思ったのが、同じデザインっていうか、なんかほぼ同じだなと思ったんで、通り過ぎながらんと思ってくるって振り返ったら、手前の木と一番最初に見た木、日本人形が置いてないんですよ。あ、これ違う、同じようなデザインじゃない、ここに現れて、ここに現れて、ここに現れて、一体がついてきてるって気づいたんですよ。あ、これ三体置いてあるわけじゃないんだ、めちゃめちゃ怖いって思ったんですけど、どうしよう、最後尾で一人でこれをなんか抱え込むの嫌なんで、そんなこと思ってる間にもう一番端まで来て、そこを右に曲がって階段みんな登り始めたんです。で、ちょ聞いてくれ聞いてくれって、いや、さっき日本人形がみたいなこと言うんだけど、何って、いや、ないよそんなのって、いや、俺見えたんだけど日本人形が木のところに立ってて、いや、またみたいなこと言いながらみんな本殿の方まで行くんですよね。いや、本当なんだってって言うんですけど、残り3人に全然それが見えてなかったらしいんです。で、いや、本当なんだってって言いながらも3人が普通に本殿の前まで行って、もうマジで怖いでパッて見たら、さっきの日本人形がお賽銭箱の横からこうやって見てるんです。で、うわー言って、結局もうちょっと自分がこんな感じになっちゃったんで、3人も大丈夫かおいみたいな感じになって、ちょっと駆け足でそのまま戻っていくことになって、まあ階段降りて戻ってって、まあ曲がって戻ってくると、でそのまま鳥居を出てみたいなことがあったんですけど、帰り道やっぱどの木にもその日本人形なかったらしくて、あ、これ完全についてきたんだなっていう思いをしたんですっていう話を僕聞かせてもらって、あ、怖かったなと思って。たんですよね。で、僕その話を聞かせてもらったのがライブの後だったんで、録音もしてて、で、あ、怖い話だったなと思って、これをね、またあの別のライブかなんかで喋ったんです。そしたらその話を聞かせてくださった方がそのライブ来てくれてて、亜美さん、その話私の話ですよねって言って、あ、そうですね、お久しぶりですって、その子女の子なんですよ。で、亜美さん、なんで男の人の体験談として喋ってるんですかって言われて、え、あ、そうですよね、女性ですもんね、あれ俺なんで男性から聞いたと思ってるんだろうって言ったら、その女性が、いや、亜美さん、これマジでさっき鳥肌立ったんですけど、私この話実はこれ私の体験談じゃなくて、私の、まあ、知り合いの男性から聞かせてもらった話なんですよ。なのに私誰から聞いたか全然思い出せないんです。でも男性っていうのだけ分かるんです。でもよくよく考えてください。中学生の時に車運転しないじゃないですか。車で中学生が5人で行きます、なんかその辺がよく分かんないですけど、私はっきりこの間聞いたばっかりなのにそこは全然思い出せなくて、あれ誰だったんだろう、あの男性、私に聞かせてくれた男性って誰だったんだろうと思ってたら、亜美さんが私の話なのに男性として喋ってるから今めちゃくちゃ気持ち悪いんですよねって言われて、彼女の記憶も僕の記憶もなぜか男性に持っていかれた状態で、そこに日本人形が現れてたっていう話になっちゃってたっていう、ちょっと変わったお話です。でも鈴木さんじゃない、怖がりなのに、はい、プライベートでそんなとか言っちゃうの？進んではいかないんですけど、誘われるとフラフラと行ってしまう。誘われると、はい、心霊スポットに誘う人がいるの？はい、まあ、リュアちゃんそうですけど、リュアさんとも行ったこと、プライベートで行ったことありますし、別の方が心霊スポット行くんだけど行かないみたいなお誘いはたまにあるので、それはフラフラ行ってしまいます。その話は今しない方がいい？してもいいですか？してもいいですよ。してもいいですか？じゃあちょっとだけ。ちょっとだけ。プライベートで、シネスポットに5人で行ったんですよ。夜中、神社、ある神社に行って、でそこで、まあ、しばらく散策してたんですが、他のグループと一緒になったんですよ。向こう3人、こっち5人だったんで、他のグループ挨拶するんですよね。こんばんはって。人間かどうか確認する意味も含めて、でそしたらこんばんはって帰ってきて、心霊スポット来られたんですかなんて言われたんで、まあ、こっちも、そうなんです、あなたもですかっていう話から、今までで一番怖かった心霊スポット何ですかみたいな話をしてたんですよ。その途中に
あのそこちっちゃいお社があるんですけど、その上になんかこう硬いものがカツンと落ちてきた音がして、みんなでうわ、え、何って思って見たんですが、それから下何も落ちてきた様子がなくて、今何の音だろうねなんて言ってたんですよ。でその後もうそこは一旦あの後にしまして、別の心霊スポット行こうと。でその前に一回コンビニエンスストアに寄ろうって、コンビニエンスストアに寄って飲み物なんか買って、しばらくこう駐車場でみんなでこう喋ってたんですよ。で喋ってる時に私不意に後頭部をバシンって叩かれまして、でいたってなって振り返ったんですけど誰もいないんですよ。でえと思ったら、その目の前にいた人が今の音何、あ音聞こえました、今私叩かれたんですけど、いやいや誰もおらへんかったし、その後ろ壁じゃんと、コンビニをガラスの壁じゃんでもそれ以上 向こうそこ通れないでしょ人そもそも、誰もいなかったよ、でも音聞こえましたよね、私叩かれたんですよって言ったら、あれじゃない自分怒られてんじゃん幽霊に、なんかダメなことしたんじゃないのなんてからかわれて、そしたらもう一人いた男の人が、いや実はさっき俺も肩をこう叩かれた気がしたんだと、でも振り返ったけど誰もいなかったんで気のせいかなと思って誰にも言ってなかったんだけど、俺もそうかなっていう話になったんですよ。でそれからあの別の今さっき言った S 公園に移動したんですよ。でその S 公園に移動してしばらく散策をしたんですけど、一番ね、いわく付きの物体があるんですよ、まあ、石なんですけど、石があって、その石をこう撮影している途中に顔認証がこう出るんですね。でもあの顔認証マークって出ることはあってもあんまり動くことないんですけど、その日その顔認証画面認証が顔認証が出て、それが左から右へこう動く、左から現れては右へ動くっていう現象が起きてて、うわ気持ち悪いって言いながらもうあの一旦やめて車に戻ったんです。で車に戻って、まあ、ワゴン車ワンボックスカーだったんで、私後ろに乗ってまたこのスライドドアを立って閉めたんですけど、ガチャンって全部閉まった時にふと見たら私の横のところに手形がついてたんです。で途中何回も車止まってますし、コンビニエンスストアなんて明るいところでも車止めてたんで、手形があれば気づいたはずなんですけど、それまで気づかなくて、いやすいませんあの手形ついてるんですけどっていう話をして、またまたしずくさんそんなん言うてって言って、いやほんまやってなって、でみんなで俺いつついたんでしょうねなんてしばらく検証したんですが、大きな手なんです、左手で男性の手なんですけど、そこにいる男性のどれとも合わないぐらいちょっと大きな手で、これ誰の手形だろうねと分かんないね、でちょっと隣に こんな風につくものかねって、ちょっとこれおかしいよねって、隣につけてみようって、もう一回その他の人が手形をつけてみたんですけど全然違うんですよ。油がついちゃったのか、こっちは白い手形がつく、こっちはなんかこう黒い手形がついてて、で結局分からない。で1週間経って、まあ、それレンタカーだったんですけど、その車あのまた借り貸してくださいって言ってそのレンタカー屋さんに行ったら、その車今事故してて貸せないと。であの最後にこうついた手形が他の人だったらどうなってたんだろうねっていう、そういう話です。ありがとうございます大丈夫ですか。事故車になっちゃった。事故車になってしまいました。ゆずくさん、その手形の写真って、はい、あのはい、あります、いただいたやつ、はい、じゃあ今ちょっとお見せしますね、写真を、はい、お願いします。きたこれです。はい、確かにおかしいですよね、ちょっとで大きいんですよ、だって手のひらがほとんど全部くっついてんのに、なんかおかしいですよ指が、うん、なんかねここのところが妙にこの窓の縁のところにフィットしてるんですよ、うん、そんな手柔らかいんだってぐらいフィットしてたり、こんな白くならないですよね、うん、そうそうそう、
手のひらめっちゃ大きいし、うん、どうちょっと不思議。これは車の表外？外です。外についてるの。はい。と思うんですけどね。と多分そうですね。外です。これはその後拭き取ったの？いや、そのままに、そのまま、あの、私は先に下ろしてもらったので、その後どうしたかちょっと知らないんですけど。そうなんだ。これやばいね。この手で、しずくさんの頭もパーンって叩かれたのかな。なんかそうなんじゃないかと思ってるんですよ、今では。めっちゃ嫌ですね。そう、だからこの話鬼ごっこだなと思って、あ、誰にタッチして最後にタッチした人が、この今回のその時の場合は事故に遭ってしまった。嫌ですね。うん、ね、物理的に残されるの嫌だよね。そうですね、レアケースですね。ここまででもくっきり残るのは。はい、今ね、はい、あの手形のこと先にコメントで書いちゃってごめんねってハチさんが似たような人がいました。いや違うんですよ、ハチさん一緒だったんです、その時。あ、同行者。あ、じゃあ私も一緒に行ってたんですよ。すいませんでした。ありがとうございます、ハチさん。ありがとうございます、ハチさん。ありがとうございます。そうそうそう、まあ、板子さんも一緒でしたし。あ、そうなんですね。西浦さんも一緒でした。お、すごいメンバー。あ、板子さんも一緒だったのね。はい、目の前、コンビニで目の前に立ってて、立ってたのが板子さん。うん、だから関西弁なんですね。そうです。さっきの関西弁、板子さんだったのか。はい、そうです。なんだ、板子さんで再生すればよかった。そう、でもそのタイミングって不思議ですよね。だから本当はやっぱこうカメラ回してる時に起きてほしい、まあ、当然それで起きるケースもあると思うんですけど、回してない時にやっぱそういうのが起きるっていうのもちょっと不思議なタイミングで気がするというか。そうですね、そうですね。でも一回僕も、はい、そのいわゆるロケのお仕事があって、それは心霊スポットのロケなんですけど、うん、行った時があって、でその時がそれこそあれですよ、千葉県の最近改修されて綺麗になりましたあの神社です。あ、はい、あの例の神社ですね、はい、あの参道がちょっとこう森の中長くて、はい、あそこに行ったんですよ。で行ったのは夜だったんですけど、12日かだったかな、行って、で、まあ、そこで一本こういう話を収録して、で現場をこうバーッ見て、うん、で、でまあ一通り撮り終えて戻ってきたんですよね、収録終えて。で当然カメラも止めて、で戻ってきた時に本当にもう若者が、おそらく地元の若者ですかね、車で、うん、男女のグループ5、6人だったかなっていうのが車乗りつけてで来たんですよ。でここはやっぱなんか出るんですかみたいな、さっきの西村さんと同じような感じですよね、まあ、若いノリで結構楽しそうなんですよ。で出るんですか、あ、ここなんかそういう話あるみたいだねみたいな話をして、でそうですか、ありがとうございましたつって、その若者たちが入っていったんですよね。でそこで、まあ、我々はそのスタッフさんと一緒にこう外の車のところに行って、まあ、帰りの準備をしてたんですけど、そしたら本当に 1,2 分しないうちに、若者のうちの、あ、そうか、若者が戻ってきたんですよ、慌てて。したら見てびっくりしたんですけど、その女の子が一人気絶してて、その女の子を他二人で抱えるようにしてこう引きずって出てきてたんですよ、うん、で一応、まあ、言ってこっちやっぱ大人なんで大丈夫って普通に行くわけですよ、心配だったって、うん、そしたら、あ、一応大丈夫です、で結局呼ぼうかって言うんですけど、ちょっと様子見ますって一応心配だったんで、まあ、見てたんですよ、うん、したらその女の子気絶してて、でその気絶した女の子を抱えてる女友達ですよね、がこう肩をこう抱えながら、ちょっと大丈夫、何々ちゃん大丈夫ってその子の名前呼んでるんですよね。でちょっとほっぺをこうポンポン弾きながら、で大丈夫大丈夫、起きて起きて、何々ちゃん何々ちゃんって呼んでるんですよ。で何々ちゃん、何々ちゃんだったらそう言ってっ
って言ったんですよ、うん、でちょっと表現としておかしいじゃないですか、はい、であれって思ってどういうことって言ったら、あこの子よくこれなるんですよって言われて、どういうことって来たら、いやこの子霊感強くて、でたまにこういう場所来たらちょっと何か入っちゃうみたいなのって言われて、じゃあ連れてくるなよと思うんですけど、そしたら、まあ、あのその子、まあ、すぐふっと 気がついて、多分本当にポロポロ泣いてて、で悲しくて泣いてるっていうよりか涙出るらしいんですよ。でやっぱり私こういうとこ来ちゃダメだねって言っても、周りのみんなもごめんねって謝ってるっていうのはありましたね、一回。だからちょっとそこはやっぱり、あそこもちょっと独特な場所でしたけどね。あのごめんなさい、こういう話してるとね、たまに咳で始めるんですよ。あ、そうですか。ちょっと全然飲み飲むとか、はい、一応これ改めてですけど、一応バーなので大丈夫です。そう、飲みつつで全然、はい、あの怖い話をね続けてるとね、咳で始める時あるんですよね。気管にちょっとね影響が出るのかもしれない。僕気管もともとよくないんで。でもなんか ありますよね、たまに。ありますあります、話してる時にね。そう、アミさんもたまにそう咳込まれてする時もあったりとかもするんですよ、はいはい、まあそうですよね。だからちょっとね、現場でもたまに咳が出てて、まあ、カットされてるんですけど、結構現場に行ってうわーって咳が出てきちゃうというのもあるんですけど、憑依だとね、お前ら行くなで実は憑依があって、はいはい、台湾、まあ、見てる人も結構いらっしゃると思うんですけども、はい、お前ら行くなの、台湾編で、はいはい、やっぱりこれ松竹の、女の子連れて行ったんですね、はい、でもうその子前のねロケでやっぱりちょっと怖い目にあって嫌だとかって言ってたんですけど、美味しいもの食べさせるって言ったら、海外初ロケだからじゃあ行きますみたいな感じで来てくれたんですよ、はいはい、要は当時は要は今みたいにね海外への理解が少なかったんで、あ、はい、出てくれるタレントさん少ないのと、出てくれた人って結構ガチでうち怖いとこ行くじゃないですかって、怖い目に遭うじゃないですか、もう二度と行くかってみんな言われるんですよ。あ、はい、北野さん先輩なのに先輩に向かってお前って言うんですよ、もう二度と出ねえよって言われるぐらいなんか悪態疲れるんですよ。で北野さんが大先輩ですよね松竹の後輩に、はい、で、まあ、夏美ちゃんって言うんですけど、はい、夏美ちゃんが来てくれるって言うんで来てくれたんですけど、それもやっぱり台中の要は、ミンションオニアって言って、はいはい、有名なあのお化けスポットに、はいはい、でその要はそこよりも実はそこを建てた人たちのお寺がやばい、要は道教とかって台湾そうですね、はいはい、大丈夫かな、大丈夫です、はい、はい、道教とかの場合って、はい、要は自分たちの先祖を祀るお寺を建てたりするわけですよ。あ、はい、日本の要は公共のためっていうか、まあ、いろんな人のため用のお寺というよりは、はい、自分の先祖のために要は何かしてあげると、要は死んだ人がこっちに戻ってきて、はい、いろいろ助けてくれるっていう考え方なんですね。日本は逆に言うと草葉の陰で見守ってくださいとか、安らかにお眠りくださいって言って、はい、要は 死の世界と生の世界分ける感覚の国じゃないですか、はいはい、で向こうは違うんですよ。地続きなので、要は先祖に何かすると帰ってくるっていうんで、要はお金ある人は自分の先祖のためのお寺建てたりするんですよ。なるほど、はい、でそのお寺がちょっと離れたところに放置されてるからって言って、でそこの要は一族が持ってた龍一族というのを持ってた、はい、とこに行ったんですよ。で本当に風水でできてて、要は、はい、気を取り込むためにこうなんていうかね、道がねこう丸くなってるところ、なるほど、作りがそのいわゆる気を取り囲むというか、その集めるような、はい、だから要は入り口に入るのに、まあ、半周から一周ぐらいしないとこう入っていけないんですよ。へ、でそこに行ってで、はい、要はまあ、ロケして、でちょっと変な写真は撮れたんだけど、はい、まあ、終わりにしようねって言って、はい、カメラを要は柄撮り、柄撮りっていうか、いろんなこうものを撮っていこうと、はいはい、要は落ちてるものだとか、はい、要はいろんなものを撮って、あとで編集するときにインサートカットに使えるような、はい、要はお寺の内部の写真だとか、はい、外の様子だとかっていうのを、まあ、物撮りか、ごめん、物撮りをしてみんなでやってたんですね、はいはいはい、で要は僕ら暇だから、はい、もうロケ一応終わったんで、はい、その夏美ちゃんとか北野さんとかとこう、はい、まあ、待ってたんです。で雨だったのでちょっと建物の中にいながら外見てたら、いきなり夏美ちゃんが、あんた触ったでしょって怒り始めたんですよ。で何よって聞いたら、要は夏美ちゃんの肩を僕が触ったと、はい、で彼女僕の左手前の2メーターぐらい前にいるんですよ、はい、立ってるんです。僕後ろの方に立ってるんです、はいはい、僕から彼女の左手の肩に手は伸びないんですよ、はいはい、なんだけど触ったでしょってすごく怒り始めちゃって、
でそのうちにだんだんなんか泣きっぽくなってきて、ねえなんでしょうとかっていうので、はい、え僕ですかみたいな、はい、しかもこっちカメラ回ってるから喋ると声が入っちゃうと良くないんで、あなるほど、はい、僕ですかみたいな感じでやってたんだけども、まあ、通じなくて、で結局一応まあ分かんないけどって言ってたら、まあ、北野さんは、まあ、お前触ったんやろ謝れ謝れって言われて証拠もないじゃないですか。いやいや、まあまあ、その物理的な距離的にも触れないってわけですもんね、うん、でまあすいませんじゃあやってないけどごめんなさいみたいな感じで、はい、まあ後で、物撮りのカメラに映ってて、その立ち位置の位置がで僕は届かないのが後で分かったんですけ ど、はい、でもその時は分かんないから、はい、すいません僕分かんない触ってないですけどごめんなさいみたいな感じで謝って、はい、ただそこからその子おかしくなっちゃって、要は明るい子だったのに急に豹変して泣き始めて言うことむちゃくちゃになってくるんですよ。で要はとりあえず出ようって話になったら、はい、要は足腰立たなくなっちゃって、で西尾ちょっとお前担げって言われて肩貸して彼女連れていくんだけども、途中なんか暗いとか頭が割れるように痛いとか言ってて、だんだんこうなんか様子がおかしいんですよね、はい、で息もあの怪しくなってきて、はい、初め過呼吸だと思ったんで、はい、あの「はい吸ってはい吐いて」みたいなことを言ってたんですけど、はい、で要は霊能者だったら幽霊とかどうかって分かるけど、はい、僕分かんないので、はい、過呼吸か幽霊なのか分かんないと思いながら、はい、とりあえず過呼吸対策で言ったんですけど、はい、結局あの途中で気絶しちゃったんですよ。でその後また気絶したのを引き戻して、はい、歩かせたんですけど、まあ、言ってることが全然おかしくて、足も千鳥足で、まあ、肩さ、まあ、貸さないとダメで、北野さんたちは、まあ、先の道を探しにバーって行って、はい、僕とそのカメラと彼女の状態3人でもうどうにもなんなくて、あの連れて行って敷地から出た途端戻ったんです、はい、あれ屋敷はとかって言い始めて、私歩いてきたんだっけみたいなことを言い始めて、いや今俺肩貸してたんだけどって思ってるんだけども、はい、連れてきてくれたんですか、あありがとうございますみたいなことをいきなり言われて、北野さん戻ってきて、はい、あれ北野さん何しに行ってたんですかって言ったら、はい、北野さん怒るわけですよ、はい、お前のせいでこんな大変なことになってんだよとかって怒るんだけど、はい、本人全然覚えてないっていう、はい、あのねリアルに体験するともうすごいですね。で後でその、はい、要は地元の人に聞いたら、はい、先月もそれで救急車で運ばれた人がいたっていうのを聞かされて、その現場で憑依現象みたいなのが起きて、はい、救急車で運ばれたんですよっていうのを聞かされて、すごい、ちょっと早く言ってよとかって北野さんとそうですよね、はい、いやそれ現場は廃墟にはなってるんですか、一応お寺としてまであるのは、ね、廃墟になってます。あそうか、要は一族がもう管理してなくて、ただ単に、はい、あの本当に今の廃墟状態と同じですかね、はいはい、屋根はありますけどね、ちゃんとね、はい、はい。